さあ、スティーさん撮っていきましょうか。いきますよ。エイモ TV 始まるよ。皆さんこんにちは。デトネーションフォーカスミのエビです。今日はニデックさんのゲーミンググラス G スクエアをつけてエビモ TV を撮っていきたいと思います。僕がいつも使わせてもらっているこちらの G スクエアなんですけど、デトネーションフォーカスミとの共同開発で作られたそうです。モバイル用、FPS 用、格闘ゲーム用の3種類のレンズカラーでラインナップが用意されています。僕が使っているのはこれですね。多分僕の顔についてるメガネも一切変わってないんですよ、数年前から。まあ、ずっとこれですね、本当に。メガネつけてみて。僕このメガネがこのチームに移籍してから初めてつけたんですけど、その前ってメガネって全然使ってなくて、結構その時って目のトラブルが多くて、結構村瀬の目に異変がみたいな感じで、目がちょっとね疲れることが多かったんですけど、まあ、このメガネかけ始めてからは、まあ、もちろんゼロではないんですけど、まあ、かなり眼精疲労になるのが減ったのかなっていう感じがしますね。であとフレームが、ここのフレームですね、このフレームがヘッドセットをつけることが前提でなんか作られてるらしくて、ヘッドセットつけてるとこめかみが痛くなるみたいな、よく聞くと思うんですけど、そういうのもあんまりないっすね、このメガネは。それでこの前ちょっと作ってもらったのがあって、まずこれ、どうですか皆さん、イメージ変わりますか？もう一つあります。どうですか？基本は、まあ、こっちの、ね、ベーシックなやつを使うんですけど、結構外出るときとか、たまに気分変えたいときとかなんかはこういう違うメガネもねつけたりしてます。はい、それじゃあね、早速解説の方に行きたいんですけど、今日やるチャンピオンは僕がいつもね、デルゲートも使ってるナーを使いたいと思います。このチャンピオンの強みはね、いろいろあるんですけど、まあちょっとゲーム画面見ながら説明していきたいと思います。はい、というわけで本日もエビモ TV のお時間がやってまいりました。今日プレイするチャンピオンはナーです。対面はフィオラ。スタートアイテムはドランシールド、まあ、ドランブレードもあるんですけど、フィオラって結構ハラスしてくることが多い相手なので、ドランブレードだとちょっと安定しないこともあるので、ドランシールドおすすめです。でフィオラ対ナーのマッチアップは、まあこれナーのマッチアップに限らないんですけど、フィオラ対面はこの弱点をとにかく、疲れないようにすること。でそのために今これ追いかけたんですけど、後ろ方向の弱点ってフィオラも攻撃しづらいんですよ。だから後ろ方向の弱点が出た時は、その弱点をリセットされないように、フィオラ の弱点のシステムって視界から相手がいなくなると弱点の場所がリセットされるので、まあ、こういう弱点の向きだとフィオラはかなり、攻撃しづらいですよね。だからこういう位置を、この弱点の位置を保つのが大事ですね。逆にこういう目の前の弱点、これめちゃくちゃ簡単に攻撃されちゃいますよね。というわけでこうやって一回後ろに下がったらリセットできますんで、これ必須テクニックです。フィオラ対面、これ全然変わります。フィオラって結局弱点を攻撃できないと大したことないです。ドリフトダメージ、弱点を殴れて初めて火力が出るチャンピオンなので、結構左方向の弱点の時には、今疲れちゃいましたけど、左側にムーブしてとか、フィオラはパリがあるのでメガナーの W はあんまり、反撃を食らう時には振らないようにしましょう。気をつけて。基本的にはミニオンウェーブが自分の方が多いときは自分のターン、
相手のミニオンが多いときは相手のターンっていう感じでプレイスタイルをねしっかりと、変えていきましょう。で今相手が上側の花粉を壊したので相手は今上サイドですね、ジャングルが。なのでちょっと気をつけながらプレイしましょう。敵を倒しました。でこんな風にフィオラが仕掛けてきたら E で下がって大叩くと Q で、下がりながら攻撃。こんな感じで弱点さえ疲れなければ、ダメージ取ると全然負けることはないので、今のところめちゃくちゃね理想的です。相手に疲れやすい位置の弱点は当てたらリセットして、相手に攻撃されづらい弱点の時には相手にリセットさせないようにしてっていう。まあっていうかでも必ずこれをしなきゃいけないわけでもなくて、正直、まあ、1、2回なら全然疲れても大丈夫です。ただ弱点を疲れれば疲れるほどやっぱ HP が減ってっちゃうんで、そこら辺は自分の体力と相談しながらいいですね。相手には W は残ってるので W は残します。ノブラッシュ、ナイスナイスガークです。W はさっきパリーされちゃうって言ったんですけど、Q ならパリーされてもスタンにならないので、フィオラ対面は結構 Q でダメージを稼ぐことを意識しましょう。これフィオラがリコールですね。対面のフィオラはイグナイトなので押し付けたらかなりロストがあります。で今回買うのは、ブーツとハースバウンドアクス。これスチールプレートブーツでもいいんですけど、ちょっと説明がここ難しいんですけど、強気に行きたいときはこのハースバウンドアクスってアイテムめちゃくちゃ強いです。 AD とアタックスピードに加えて攻撃した時にムーブメントスピードが上がるので、もう純粋に本当に火力面で言えば、スチールプレートキャップより全然出ますね。味方が倒されました。こんな感じで相手が攻撃してきたら E で下がる、 E で下がって Q のスローかけてもうパコパコパコ殴ります。ここでさっき僕が強気に行く理由が、相手のフラッシュが落ちたので、フラッシュが落ちた相手に対してもっと有利を作るために行くためにこの選択をしましたね。まあぶっちゃけスチールプレートブーツで全然大丈夫です。特にデメリットはないので、ブーツめちゃくちゃ強いです、フィオラ相手は。そしてフィオラのようなメレーファイター相手にはこの位置でのウェーブフリーズがめちゃめちゃ効きます。サポートと相手ジャングルの 1キルトレードなら全然美味しいですね。これはさっきフィオラと結構ダメージ取れて激しくしたんですけど、こっちのウェーブの方が多いので、お互い同じぐらいのダメージ取れしたとしてもこっちの方が有利ですね。そしてウェーブを押し付けて、プレートも食べてリコールします。これチャットで10トップって書いてるのは、これは相手のフラッシュがいつ上がるかっていうタイマーですね。これによって味方がかなりランクしやすくなります。そし
してテレポートをしました。これテレポートしたのはエコーがヘラルドやったり、フィオラに襲われてずっと追いかけられた時にすぐ助けるようにするためにテレポートしましたね。ちなみにトップサイドはめちゃめちゃ順調なんですけど、これボットはね、ちょっととんでもないことになったこれ。まあでもね、まだ全然大丈夫です。ナーはね、この状態でも十分キャリーできる力を持ったチャンプなので。そして今までの相手にウェーブを押し付けたりダメージトレードしてダイブしたりしたことによって、ダイブはしてないか積み重ねによっても8レベル対6レベル、こうなったらもうねレーンは勝ちですね。フィオラ相手だダイブがね難しいんですよね。これスキルがね避けられやすいから、ナーは基本的にこうやってウェーブを先に押して押すことによって、相手のタワー下にミニオンを押し付けてそこからハラスしていくっていう感じがね、はい、ベーシックなパターンです。王道的なパターンですね。ナーのキルってミニオンに当たるとダメージが半減しちゃうんですけど、こうやってミニオンウェーブを押し付けた状態なら守るミニオンいないので、ナイス。でフィオラ相手ってこうやってパリーされるのが一番怖いんですけど、ナーのウルトってめちゃくちゃ発生早いので難しいんですよね、反応してパリするのって。でその上でああやってそのウルトするぞするぞっていう感じでフェイクかけると結構ねフィオラがパリ持っててもこうやってスタンできる時もあります。ハイリスクハイリターンですね。ただ倒せればリターンは大きいですね。基本はウェーブプッシュで、ウェーブプッシュしてタワー下の相手に急騰を叩くでハラスしていく。そしてメガナーでワンコーン圏内に入ったらメガナーで一気に削る。これが基本的なナーのプレイングですね。相手のフィオラ弱点割るのうまいんだけど、もう装備差がちょっと装備差がもうとんでもないですね。もちろんこれ装備が5分なら今負けもうボロ負けのダメ取れなんですけど、その装備差を最初に作るためにしっかりと最初に言った弱点をつかせない立ち回りっていうのをやるのが大事ですね。さあトリニティフォースできました。相手のボットもワンコア半、まあ、ちょっとこっちより強いですね。全然メガナーになったらワンパンできるんで、 ADC とかね、柔らかいやつらは。うわーやばい、これのマオカイのとんでもない長いスネアが来た。いやー今の負けたの行きたいな。グエンにアグロ引かれちゃいました、ね、今は。まだまだ全然ねいけます。相手のサミーラはヒールでクレンズがないんですよね。でクレンズがない相手ってメガナーの CC チェインのコンボで3秒ぐらいもスタンできるんで、武器クレンズない相手は相手が武器だけ積んでないなら
余裕で倒します。敵を倒しました。これもねサミラ倒したいんですけど、エズにエズがベイトする感じで行ってもらってやりたかったんですけど、相手のサミラが全然来ないですね。えらい。敵を倒しました。おナイス、いいね。下側で勝ってもらえるとめちゃめちゃ安心するねこれ。あ、一番さらってるのはサミラなんで、相手のサミラが上にいる時点で下側のチームは戦いますね。やばい、めっちゃ迷うこれ。飛ぶかめっちゃ迷うんですけど、こういう時はウェーブを押し切ってから飛びます。いや、もうそろそろ来そうですね。うわー、うわこれね、今の一発で死ななかったら、あ、こ、全然ここからキル回収できそうだったんですけど、コレクターがちょうどデスしちゃいましたね。これはで、これちょっとアイテムが迷うんですけど、まあ、相手のサミラがこれコレクター持っててアーマーがない相手に対して強いので、アーマーアイテムを買います。フランブルベストですね。で、存命力いきたいと思います。フィオラとグエンとサミラっていう回復するチャンピオンが3体いるので、まあ、魔王界も入れたら4体いるかな。まあ、これは、半減重傷アイテムいきます。ナイスフック、これ相手のカバーが早いんだよね。敵のレジェンダー、これはキル払って、うわフラッシュ切っちゃったな。結構ね、あのフラッシュとか大事なスペルって相手の育ってるキャリーに使いたいんですけど、ちょっと良くなかったですね。あんまりもうフィオラもうこれ腐れに腐ってるから、正直もうフィオラを倒してもねあんまり意味ないんですよね。いかに相手のサミーラを倒せるかのゲームですね。ここからはこれはもうチャンスを待ちましょう。ちょっとね、武器じゃないのでこういうタンク相手にはダメージあんまり取んないですね。ただ武器にしちゃうとサミーラに多分一瞬で溶かされちゃうんで、ここは防具必要だった気がするね。敵を倒しました。ナイス。これ正直僕がセーフプレイすると、全ラインをされて多分何もできないことになっちゃうから、こう、ね、リスク取って敵を倒しました。ナイス。リスク取って、育ってるトップレーナーってこういう時リスク取って押すのもね
かなり悪くない選択肢です。かなりいいですね。座して死を待つぐらいなら、まあ前に飛び込むみたいな、そんな感じ、そんなイメージですね。これフィオラ対面なんですけど、あ、フィオラ相手のことなんですけど、 W は絶対、まあ、ほぼほぼパリ反応されちゃうんですけど、ウルトは本当にパリ意外と難しいので、フィオラ相手にパリさせずに倒すつもりならウルトから絶対やりましょう。こういう時は W よりは反応される可能性が下がると思います。でこれビジョンが取れてないのでギブしましょう。ビジョンが取れてないオブジェクトファイトってよっぽど構成が良かったり、お金勝ってない限り行かない方がいいです。本当にそれぐらいビジョンは大事です。ワードとか、ギブする代わりにこうやって反対側のレーンを押しましょう。反対側のレーンを押すと、そっち側のビジョンがミニオンが押してくれることによって取れるので、これね、そろそろバロンもできそうなんですよね。やばい、うー、これはねマジで難しい、本当に難しい状況なんですけど、今僕が行くべきじゃなかったっすね。正直僕がキャリーなので。でも味方が強いよ。オレリオンソロとエコーかなりいいですね。あれ、エズリアルさん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 、あ、まあね、まあでもワースです。これ相手のサミーは700ゴールとかオレソロに入ったので、結果悪くないんですけど、まあ、僕がやるべきだったら今はもう味方のブリッツに先に行かせて、行くまで絶対行かないことですね。ほんでこれ僕が死んだら終わりなので、終わりっていうかかなり厳しいのでファイトが。なのでこれブリッツとかサポートとかデスしてもいいキャラに先にビジョンてか視界取りに行ってもらうのがいいですね。取りに行かないなら取りに行くまで待ちましょう。 それが必要です。取りに行かないから自分が取りに行こうって言ってデスするともっと良くないので、そこはね味方を信じたり味方にピング出したりして、タイミングをねうまく作りましょう。これバロン怖いですね。もう行ってもね間に合わないので押します。大丈夫、これは美味しい。今バロンが大丈夫ってことはこれボッターも取れますね。ただキャッチされちゃいましたね。まだだ、みんな諦めるな、まだ勝てる。これはボットセカンド取ります。パワーゴールドもついてたりするので、この状態のセカンドターンはめちゃくちゃ美味しいです。であとこういう時にバロンに TP するより、これセカンドターン取れるならセカンドターン取った方がいい場面もかなりあります。もちろんバロンが止めれるなら飛んだ方がいいんですけど、バロン止めれない場合はもう代わりのオブジェクトを取る、さっさと取りに行きましょう。そっちの方が絶対いいです。結構この辺ね大事なポイントですね。ギブのバロンを取りに TP で取りに行って TP も使うし何も入れないしみたいな、それが最悪なんで。うわー、味方が倒されました。
わ、農地の今のフラッシュインが効いたな。いや今の惜しかったマジで。あ、でもウェーブがないのでボットは大丈夫ですね。いやー本当に相手のサミラさえ倒せれば全然いける試合なんですけど、ドラゴンが20秒で、まあ、今回もビジョンがもう全く取れてないんで、これもねギブした方がいいですね。てかギブせざるを得ないです。ここでファイトするより、もっと自分たちのタワーの前とかそういうところでファイトした方が勝率が高くなるので、これめっちゃ大事ですね。お、ナイス、いける、うわ、敵を倒しました。ナイス、いいよ、うわ、これいらなかったかな、いらなかったな、これ相手のサミーラとかも後ろにすぐいるかと思ったんですけど、なんか普通にミートでしたね。これ4対3ですけど多分余裕で負けるんで、味方のヒーロー待ちましょうか。こういう時ミニナーだとあんまりやることないんで、ミニオンとかをオートタックしてゲージ食べましょう。おいしい、1000ゴールド、ベリーグッド。ノーチラスもめちゃめちゃ硬いんだけど、いいっすね。これがさっき言ったみたいな感じで、あのビジョンがないドラゴンでファイトするよりタワーがある自分たちのベースとかタワー前で戦うのがいいってやつですね。今僕がやったのが、E 中にウルトでキャストできるので、 E 中にウルトキャストすることで、かなり隙がなくなるので、これでナー使うときはぜひ覚えててください。メガで変身なりそうな時に、メガゲージが100溜まって変身なりそうな時に、E しながらウルトできる、できます。で Q とかもできるんで、使えそうなタイミングがあった時にはぜひ使ってみてください。さて、インヒビはなくなったけど1000ゴールドも食べたし、俺もかなり強くなりましたね。これ3コアで、これタワー前なんでまたファイトタイミングですね。俺それの水星も来た、でかい。サミラもめっちゃスタンしてるよ、いいよ。ただミッドウェーブが良くないっすね。やばい、これ。いやー、お、ナイス。マジでいい。味方がタワーを破壊しました。メガナーの、ね、ウルトは絶対サミラに使いましょう。まあ、サミラって育ってるキャリーっすね。ナーの強いところはこうやってミニとメガで本当に全然違う役割をこなせることですね。ミニの時はもう純粋にダメージディーラーとしてかなり強力なんですけど、メガの時はこうやってフロントも張れるし CC も、超強力だしっていうスーパー万能キャラ、まあ、言い換えると器用貧乏なんですけど、まあ、うまく使えればもうね、ありとあらゆる場面に対応できます。これがね面白いところですね。倒されました。バロン、ただこれで、ね、できますかね。これバロンサミラが絶対間に合っちゃうんで、
で、これナーはメガナーになる寸前がめちゃくちゃ強いです。ミニナーの火力も持ちながら、うわっ、倒せるか、これサミラが倒せるか、倒せ、頑張れ頑張れ頑張れ、うわうわ、俺のウルトミスった。壁にぶつかってたら全然倒せましたね、サミラ。本当に惜しい。 TP はできるか、間に合うか。でっか。いやでもこれね、無理だよな、いけないよな。さっき強みとしてメガナになる直前が超強いって言ったんですけど、弱みとしてもうこの集団戦が起こるような時間帯のゼロゲージのナーはマジで、弱くないんですけど柔らかいですね。今のゲージがあったら全然飛び込んでもよかったんですけど。まもなく味方のイヒビターが復活します。さあ4個、4ドラゴンだ相手も、まあ、ただ今回ブラッククリーパー買ってるんで、まあ、だいぶマシっすね。ブラッククリーバーのアーマー低減と、W のパーセントダメージで正直溶かせない相手はないっすね。なーで、まあ、オレソルがベースで Q を打つのを貯めてますね。ファイト前にもうちょっとゲージを貯めておきたいですね。難しい、ファイトが本当に難しい。魔王界のウルトが次ないっす。うおー、もうもう悪くない、悪くないよ、これめちゃくちゃいい。これファイティングの状況になったらみんなが上がってますね。これナイス。追いかけるのは難しそうだな、これ。追いかけるのは無理ですね。僕ら相手が突っ込んでくるのに対しては対応しやすいんですけど、自分たちで追いかけるのはブリッツの復活頼みになるんでちょっと難しいですね。そして4コア目はステラック使います。ステラックは、ダメージも耐久力も欲しいっていう時に欲張りなアイテムですね。特に耐久よりですね、ステラックの後手は。攻撃寄りの、耐久力アイテムはブラッククリーバーとか、キミパンクチェーンソードとかそういう感じですね。あ、大丈夫かな、 TP がない。味方が倒されました。うわー、俺それが頼みの、俺それが死んじゃった。かなり俺それに支えられたから大丈夫かな。頑張りましょう。ミニオンもないっすね、これやばい。うわー、死んじゃった。これは終わるかな。
GG。 いや惜しかったマジで、めちゃくちゃ惜しい試合だった。でもいいゲーム、グッドゲーム。いやでもこういう試合はちょっと大変だったから目が疲れるかな、疲れるかなと思ったんですけど、ニデックさんの目が見えない、全然疲れないんですよっていうね、まあ、ちょっとすいません、そういうのちょっと混ぜながら、はい、というわけでいかがだったでしょうか皆さん。じゃあ今回のまとめいって終わりたいと思います。まとめその1、ナー対フィオラのマッチアップはナーが本当にね若干有利だと思います。まあ、全然フィオラも勝ち目はあるマッチアップなんですけど、ナー側はフィオラ対面で気をつけないといけないことは、弱点を攻撃されないようにすることが大事で、弱点を攻撃されないようにするためにはフィオラの、弱点ってフィオラの視界から一定範囲以上離れるとリセットされます。でリセットされたら同じ方向の弱点は連続して出ないので、フィオラに攻撃されやすい弱点の向きが出たらフィオラから距離を取ってリセットするように狙ったり、逆にフィオラが攻撃しづらい弱点が出たときは、相手のフィオラがリセットしようとする動きのときに、相手を追いかけてちょっとリセットさせないようにしたりっていう、そういう動きがすごく大事になってきます。あとフィオラ相手は W でメガナーの W とウルトをパリされやすいので、結構 Q でダメージを与えることを意識して、 W を打つときにはパリされてもすぐ E で逃げれるようにしたり、ウルトから打って相手に反応させないようにしたりしてダメージトレードしていってください。まとめその2、ナーのコツなんですけど、小技がいろいろあるんですけど、 E 中にウルトをできたり E 中に W を使えたりいろいろするんですけど、特に大事なのが E 中にウルトをすることですね。まあ、今回の試合でもお見せしたんですけど、 E でジャンプしてからウルトを打つと、まあ、どうしてもラグがあるんですよね。 E で着弾してなんかのそのそしてるんですけど、 E 中にウルトすると相手に反応させる隙をもうほぼ与えないので超強力です。まずこれを使えるようにしてほしいのと、ナーはゲージが70とか80とかメガナーになる直前がめちゃくちゃ強いチャンピオンです。ミニのレンジド DPS としてのダメージを持ちながらいつでもメガに移行できるっていう、両方の形態の強さを合わせ持った状態みたいになってます。で逆にゲージ10とかはメガナーになれる方法がかなり少ないので、中盤の集団戦あたりではゲージを40、50、60あたり維持しておいて、ファイト中に70、80ぐらいになるように意識して調整するといいかなっていう感じです。でアイテムビルドに関して、3つ目アイテムビルドに関してなんですけど、トリニティフォースまず初手で買いましょう。でトリニティフォースの前にスチールプレートブーツとかマーキュリーブーツを対面によって履くのも全然ありです。ただアグレッシブなレーンをしたいならトリニティフォースの完成を急いで、ちょっと安定的にしっかりと育ちたいっていう時にはブーツを先に買うのがいいと思います。で2コア目とかは結構好みによるんですけど、攻撃的に行きたいならブラッククリーバー、クローの攻撃的に行きたい、かつ相手の AP チャンピオンに対して強く行きたいならウィッツエンドとかエクストリカ、ウィッツエンドの方がおすすめですかね。でもうとにかく硬くなりたいっていうならソーンメールかオーメンっていう感じで、武器は2個がまあちょうどいいぐらいで、3個も悪くないんですけど、僕の場合は2個武器で3つ目とかは防具が好きですね。3つ目4つ目5つ目とかは、僕はナーってW のパーセントダメージで十分ダメージも武器そこまでつまなくても出るので、結構ダメージより耐久力上げた方が結果的にタンク力とかダメージ力とかも上がるのかなと思います。まあ、この辺は好みでやってみてください。はい、というわけで、今日の解説は以上となります。皆さんどうでしたか。今日ね、僕が紹介させてもらったこちらのニデックさんの G スクエアなんですけど、僕が本当にもうずっと DFM 入ってからずっとかな使ってて、もう一切不満がないメガネなので、まあ、もし皆さんがこの動画を見て興味が出たり湧いたりしたら、ちょっと G スクエアっていうワードでちょっと検索したり、見てもらえたらなと思います。というわけで皆さん今日はご視聴いただきありがとうございました。